ズリーじゃん。いや、イージーじゃん。はい、や。すごい、43秒。スリーカット。本日集まってもらったには他にもない。はい。何するんだい。全く知らない。全く知らない人。今日はね。はい。まあいつもさ、こう大食いみたいなのやるじゃないですか。やってんね。そんなやってないけどね。やってんね。今まで大食いはしたことあるけど、早食いはないじゃないですか。ないね。え？毛利小五郎。早食いをね、今回は、はい、していきたいんですけど。今日はね、はい、あのみんなも真似できるように。おう、しかもちょっとだいぶ前にね、うん、おにぎり1分で食べるって流行ったじゃないですか。流行ってた。なんか今日はそれをなんかぬるっとやっていこうよって。なるほどね。水溜りボンドのコミーさんとかね、やつね。それを食べていきたいなと思います。しゃっ、やっていこうぜ。一応ね、はい、今回はライエがツナマヨ、私がツナマヨ、俺が明太子。なんで。水はこのコップ一杯分使っていいよっていう。あ、マジ？イージーじゃん。いや、イージーではね。あえや、あ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 えや。なんかさ、このさ、感じだと取れてるか取れてないか不安だね。不安です。一回見てきて。一回見てきて。じゃあ、失礼しまして。取れてます。はい。千鳥さんが言ってて、移動こそ面白くするポイントだっていう。師匠、なんでお前師匠。一回さ、ミュートの時にさ、なんかライブ出た時にさ、やったわ、早食いみたいな俺が挑戦したんだけど、確かそれが 2,3 分だったんだよね。いや、結構やばいんだよ。結構、まあ水分があるからあれだけど、結構きついと思うよ。で、俺の教訓的に先に言わせてもらうと、あんま詰め込まんほうがいい。空気一切入らなくないから。あんま詰め込まんほうがいい。あんま詰め込まんほうがいい。じゃあ俺行く、え、これ開けるとこから、開けるとこから行こう。開けるとこから行こうか。アップルウォッチで測りいいや。アップルウォッチで。バンド変えました、この男。いきますか。はい、いきますよ。はい、よーさあ、いけ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 、押さえ押さえ押さえ、早く開けて、ほらほら、早く早く早く、もうもうそんなん気にしないで、もうバッてバッて、いただきます。どうどうどう、いいよいいよいいよ、いいよ、パパや。いけ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 、1分は意外とすぐだぞ。いけ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 、詰め込め詰め込め、いけるいける、あ、いいじゃんいいじゃん、いける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 、え、いけるんじゃない。やばい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 、うわ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 、あ、いたいたいた、飲み込むだけ、あとあともう少し、早く50秒 5、4、3、2、1、0。あーダメだわ。様子がおかしいぞ、この男。はい、オッケー、1分26秒。はいはいはい。いやいや、これね、いけそうでいけないわ。嘘、水あったら結構いけそうな気するんだけど、うん、意外と難しいっすね。うっそ、うん、なんか結構いけそうだったけどね。これ水の使い方マジ大事よ。マジか。どんな感じになるの。もう海苔がめっちゃくっついてる。意外と、うん、最初はね、うん、最初水軽く飲んでから始めた方がいい。あ、嘘。とりあえず唾液はなくなった。最初の一口目で。僕は1分26秒です。1分26秒ですね。ガヤ先生、はい、よーい、スタート。はいや。あ、早っ。もう飲まないじゃん。いや、それは飲んだ方がいいんじゃないか。ノリないんや。え、いけるじゃん。今30秒だよ。あ、いけるいけるいける。この調子でいけ。だったね。そんなことはない。あれ、うわ、すごっ。え、飲み込んでるじゃん。
すごっ。50 51 50 あーすごい。53秒。みんなお前いけるやん。こいつの鼻に酸素入ってます。いってやしかも全部左鼻。マジ汚ねじゃん。これ今度、はい、お菓子のようにしてるんですよ。こいつ1分 90g 全部食べる。これ今からお菓子の 90g 相当量量は水は追加していいの。いや、これです。これでお前はゼロから始めるじゃん。よかった、残しといて。無計画。いや、結構酷だと思うな。1分でどこまで食べれるからね。あー、オッケー。じゃあグラム数は2つ。まあ量でいいじゃん、目分量で。急に雑。1分でどれだけ食べれるか。どれだけ食べれるか。うわー、いつでもどうぞ。いきます、よーい、スタート。そうだよね。そうなるんよ。そうだよね。お前めちゃめちゃ大事に飲んじゃん。マジいいの。3 2マジ1。早くない？マジこれ1分です。マジか、はい、いや結構濃くだよ。測ります。 74g。 うわ全然食べてないわ。じゃあ僕は片揚げ薄塩ポテトいきたいと思います。 80g。 よーいスタート。おー、ちょっとロスタイムですよ。いやーいいですね。でも割とね、硬いポテトの方が硬い。いや遅い遅い、もっと早くもっと早く。そしてシンゴ水がないんですね、先ほどの。カフーカフー、硬揚げが硬いから。口腔内激弱じゃんお前。2 1ゼロ。これはひどい結果だと思うよ俺は。これ80g なんですけど。嘘。何秒？74g。6g しか出てない。それは嘘。ねえ。74g でしょ。はい。そっからじゃあ、頑張ります。いきまーす。よーい、スタート。お前口になった。おはい、やマジ。3 2 1ストップ。うわ軽い。軽い、おかしい。48。マジ。才能開花してんじゃん。ダイヤさんに1個だけちょっと動画を見てもらおうかな。はい、何ですか。これ見てもらうの立たないよ。おい、ま、え、待って。嘘でしょ、ちょっと待って。これ全部偽企画です。え、これをやりたかったから。いやいや、くだんねーマジで。くだんないって。これがやりたかったからやりました。これいや、ちょっと俺の身を削った分返してくれないマジで。鼻にご飯粒3粒詰めたら。ご飯粒出てきた。あー危なマジで。
ライアンマン監修のもと。ありがとうございます、ライアンマン協力ありがとうございます。グルかグルだったんか。あのライアンママに撮ってほしいんですけどって言ったら、もういいよいいよいいよすごい乗り切れ疲れた、ずっと疲れた。そうなんです、これ普通の水ですから。よかったー。あ、飲んでください、飲んでください。飲んでください。なんか甘いなと思ったの。早食いで水は甘いだろうと思って。うわぁ、もうかっこいい、マジでうぜぇ。はい、ということで、今回の企画、潔癖症の人にトイレの水飲ませてみた。ありがとうございますありがとうございます。マジでどっと疲れたし、なんか喉痛めたし、なんか高熱でありがとうございます。ありがとうございますじゃねえんだよということで、はい、はい、また次回のマジでこれだけマジでこれだけだよちょっとマジで今度、川崎慎吾にうんこ壊してみたいな。いやいいな。じゃあ、それじゃまたねー。やば。作って、ごめん取ったら流してな。それさ、村山が熱いねって言われて。ああ、よかった。そのコップ使ってんじゃないかと思って。そんなことはないわ、さすがに。じゃあ、手洗って。ああ。で、これ入れ替えますよ、ちゃんと。ああ、よかったよかった。大成功。大成功じゃねえんだ。ドッキリ大成功。いや、マジ、新しい才能開花して喜んでたんだけどな、俺。